衝撃、宇宙人からの緊急アンケートがやばすぎる。これから体験もしたことのないことに巻き込まれる。に。皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。前回からご紹介している、宇宙人からのメッセージ、楽しんでいただけているでしょうか。こういうお話は結構前から存在しているようなのですが、個人的に最近立て続けに知ったこともあって、X デーが近いのかも、と思ってしまいます。さて今回は、地球の現状について語っている部分をご紹介します。宇宙人からのメッセージ。4、君たちの状況について。今までは特別な時を除いて、君たちにアドバイスするのは未来のことを決める時にちょっとだけやってたんだ。だってそれが一番君たちにいいことが分かっていたから。君たちが本当のことを考え始めた時に誰にも邪魔されない本当の自分になれることが分かったからね。だけど、そんな人たちが増えてはいるけどやっぱり今までのままがいいと思わされている人の方が多いんだ。ちょっと前まで、人間は自分の決めたことを反省したり直したりできていたのに、テクノロジーの発展に引きずられて地球やその全ての生き物に対してのコントロールができなくなっちゃったんだ。大人たちはだんだん自分でもどうにもならないところまで来ちゃったんだ。だから君たち子供も嫌でもそうなってしまうんだよ。心にも体にも良くない技術が一人歩きを始めてる。でもね、君が本当の自分を見つけようと頑張っていれば、まだなんとかなるんだ。それを自分たちでなんとかするのが一番いいから、僕らはギリギリまで見えないままでいるんだよ。だけど、もっといっぱいの仲間がそのことに気づかなければ君の頑張りも無駄になってしまうんだ。その時が来ないように願うだけだよ。君はそのギリギリの時まで大人のやることを見ているのかい？大人の決めたことの責任を取らされるのは子供の君たちなんだよ。今までずっと大人たちは戦争で強い弱いを決めてきた。どっちかが負けないとどっちかが勝たないんだ。今では情報網が発達して地球のどこでも今何が起こっているかがわかる時代になったのに、未だに大人たちは争いをやめようとしない。それどころか、自分の首を絞めるような兵器まで作ってる。バッカじゃないの？君たちにはまだまだ隠された能力があるのに、それがわからない。だから次の学年に進めないんだよ。この地球には何十億の人間が生きているのに、君らの学校も生活も自然界のすべての命も、一部の大人たちのわがままで操られているんだよ。君らは学校で教えられたことが全部正しいと思わされているから、自分の考えは正しいと思わされているから、そんな大人たちに操られてしまうんだ。でも、本当のことを知らなければ、何が正しいか何が間違っているかがわからない。でも君はまだ大人にはかなわない。社会科の歴史の勉強はそんな大人たちの戦略なんだ。テレビのコマーシャルもその戦略の一つだよ。今の時代は進化と破壊の綱渡り、できるかできないかの瀬戸際なんだ。でも君たちに知らされていることはちょっとだけ。化石燃料の石油があと何年でなくなるとか言ってるけど、じゃあそれに代わるエネルギーはどうするのか無責任な大人たちは考えてないみたい。地球の自然環境はそんな大人たちに壊され続けて、もう君たちの未来なんか考えてくれていないんだ。天然資源の奪い合いで石油も食料もだんだん値段が上がっていくよ。そしてまた大人たちはそれを奪い合って戦争だ。国も町もみんなそれに巻き込まれていく。大人たちの憎しみ合いが激しくなっていく。でもね、本当のことに気づき始めた人たちの愛も増えてきたんだ。その人たちが大きな混乱を抑える役目をしてくれるんだ。そしてどうしたらみんなが仲良く暮らせるかをみんなで考える役目をしてくれる。だけどその考えをやってくれる仲間がまだ足りないんだよ。大人たちのほとんどは面倒なことに関わり合いたくない。目の前に危険が迫っているのに、誰か偉い人が解決してくれるだろうと思ってる。でもね、その偉い人たちがやっていることは、会議と討論ばっかしでみんなが幸せになれる方法は多分見つけられないよ。だから今君たちがやらなければならない。やらなければ暗い未来が君たちを待っている。
今が君たちの未来に大きな影響を及ぼすことを忘れないで。さあ、それじゃどうすればこの世界を変えられるのか。大人たちも君らを育てるために一生懸命頑張ってきたんだけれど、そのやり方が間違いだったことに気がつき始めた。昔はみんなの危機にみんなで協力して立ち向かった時があった。でも今の地球はとっても危ない時のちょっと手前にいるんだよ。それは、とっても良いことでもあり、とっても悪いことの両方を持っている。5. 第三者、って誰だ？僕らと連絡を取る方法が2つあるんだ。一つは代表者を通して。あれ、さっき人間の代表者はいないって言ったのに、もう一つは、選ばれた人に直接に。最初の方法は議論や関心を巻き起こすよね。きっと、もう一つの方法は人類に目覚めを起こさせる。最初の方法は人間をこのままずっと操っていたいグループがやっていたこと。だから今の地球の資源も遺伝子も人の心さえも思いのまま。もう一つの方法は天使さんたちがやっていたこと。僕らは数年前に君たち人類の代表者に会って、君たちに応援をさせてほしいと頼んでみた。でもその代表の大人たちはそれをされると自分たちが損をするからって僕らの頼みを断った。僕らはその代表が人類全部の幸せを願っていると思っていたけど、そうじゃなかったみたいね。だから今、その時の代表者を抜きにして、君たち一人一人に聞いてみることにしたんだ。君たちは知らないけど、今の強い国を作れたのは宇宙人の手伝いがあったからなんだよ。本当だよ。そして彼らは君たちを上手に操る方法を発見したんだ。放っておくともうすぐ彼らの言いなりにされてしまう。でもね、忘れないで。本当のことに気づき始めた人たちがそんなことはさせないぞって、頑張ってるんだ。もう一つ忘れないで。UFO がやっていることは君たちに危害を加えようとしていることではないんだ。今はちょっと説明するのが難しい。6、そんなに難しいのにどうやって本当のことを知ればいいの？君たちの自由って何なの？君たち人類の平和と一体感が僕ら宇宙人とのコンタクトの始まりになるでしょう。でもそれは、君たちを操っている存在にとっては絶対にさせたくないことなんだ。だってそうなったら君たちを操れなくなっちゃうでしょ。世界中の政治家も彼らに操られているんだよ。彼らの狙いは君たちがお互いにいがみ合って争うことなんだ。そしてその憎しみのエネルギーが彼らの大好物。君たち地球人が宇宙連合に加盟するのを邪魔してる。ここに3年のうちに彼らの計画が成功しなければ、このメッセージも無駄になってしまうかもしれない。彼らも切羽詰まってるんだ。でももしそれが実行されたら君らはしばらく大変なことになってしまうんだよ。そんなことにならないためにも、君たちは十分な情報を知らなければならない。君たち人間と同じように、僕ら宇宙人にもあまり良くない奴もいるんだ。でも今の君たちにはそれを見分けることは難しすぎる。その時が来た時のために君たちの直感力、ひらめき、を鍛えておかなければならない。本当のことの大切さをよく理解しなければならないんだ。僕らは君たちの地球の平和とみんなの幸せのための方法を持ってきた。7、僕たちが君たちにしてあげられること。僕たちは君たちに本当の宇宙のこと、本当の命のことを教えてあげられる。そして、本当の仲良し、同じ宇宙の兄弟としての付き合い方、新しい技術、苦しみのなくし方、独裁者の力のコントロール、新しいエネルギーの使い方、それと本当の本当のことを知る方法を教えてあげられるんだ。8、僕たちが君たちからもらえるもの。僕たちの最高の喜びは、君たちが僕らの協力を望んでくれた時に僕らの仲間が増えること、そして君たちが本当のことを知った時の喜びを見ることなんだ。喜びのエネルギーは宇宙でも最も素晴らしいパワーなんだよ。9、僕たちは君たちに本当の気持ちを聞きたい。君は、僕たちが現れることを願っていますか？いかがでしょうか？やはり宇宙人は密かに支配者たちとコンタクトを取っていたのでしょうか？今までご紹介してきた SF のようなお話は、やはり真実だったのかもしれませんね。
次回はいよいよ最終回なのですが、プレアデス星人が語っていたあの驚くべき内容と同じことを語っていて、大変興味深いのでお楽しみに。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。